こんにちは、あるいはこんばんは、菊池東光です。先日チェーンソー資格の補講を受けてきました。令和2年8月から条例の一部改正が行われまして、下肢の保護具の着用が義務付けられたってことが一番大きい変更点だったと思います。それで一式買ってみたので、付け心地のレビューをしたくて動画作ってみました。オレゴン社製チャップス、これが一番必要だったもので、1キロぐらいの重量は全然負担にならんです。足は長めで、自分は余りまくりでしたけど、大概の人に合うと思います。太さ的にも調整できるんで、十分対応できてると思います。7000円ぐらい、安いです。ハーレー乗ってる人がよく革製のチャップスっていうのは履いてるんだけど、まあこれもバイク乗る時もありかなーなんて思うぐらいしっかりした作りになってます。で、保護メガネです。黄色って結構はっきり見えるんでいい感じですね。で、イヤーマフ付きのヘルメット、これもちょっと買ってみました。で、これ手袋、保護グローブ、防振も兼ねてますんで、何にでも使えるのかな。仮払いとかもね、ああいうのにも使えると思います。おい、バッチコーイって感じです。モデルの体型が極端なんで、結構こんな人でも履けるよっていうのが分かりやすいんじゃないかなって自分的には思ってます。みんながみんな平均的じゃないからね。この装備の中で唯一不満があったのはヘルメットかな。インナーに緩衝材、発泡スチロールの緩衝材が入ってなかったんで、大丈夫なのって気がちょっとしてます。まあヘルメットも使用期限っていうのが結構短いんで、まめに新しいの買い直すと思えばこんな感じなのかなって思いますね。いかがだったでしょうか。あんまり製品の良さっていうのは伝わらなかったかもしれないですけど、まあかっこよかったんで、買ってよかったかななんて思ってます。どうもありがとうございました。